2019-20 V1 リーグ女子トヨタ車体クインシーズ対埼玉アゲオメディックスの一戦をお送りします。さあ、昨日この両チームは共に勝利を挙げてこの2日目を迎えています。そして今日荒木エリカ選手、ここまで通算ブロック決定本数が1040、今日3本出れば日本新記録という数字もかかっています。佐藤優香のサーブ、サービスエース、今度は前で崩してきた、揺さぶりですか。そうですね、サービスエース、埼玉アゲオロサーブが走ります。ブロック2枚来るがクロス、荒木が抑えていきました。杉原のサーブ、吉野が動いてきた、ブロックアウトにならない、ここもつないでくる、ここからの渡辺が通らない。いや、埼玉アゲオがつなぎましたね。そうですね、ナイスつなぎですね。やっぱリズムが変わりますね、ああいうプレーがあると。ニーダが打っていきました。レフトから吉野、スパイクは決まっています。24対14、セットポイント埼玉アゲオです。ここは2段トスを新井田が決めました。埼玉アゲオのルーキー新井田の得点で第1セットを締めくくりました。第1セットは25対15、埼玉アゲオメディックスが先取しています。二段トスシュシュニャル、ブロックポイント、止めた。さすが荒木選手ですね、しっかり前にブロックが出てました。トヨタ車体は荒木のブロック2本を含め4本のブロックが出ています。荒木はあと1本ブロックが出れば日本新記録、まあ、現在の時点で1位の杉山幸子さんに並んでいる数字です。レフトから内瀬戸、ブロックフォロー、高いトスをネリマンへ、ブロックアウト。内瀬戸のところ、山上はここからレフトに飛ばしました。コースいっぱい、薮田が決めています。ナイスコースですね。富永からの2段、吉野、坂木原が上げて、内瀬戸が決めた。セットポイントトヨタ車体、バックからネリマンフェイント。さあ、もう一度トヨタ車体、時間を作ってレフト内瀬戸、ナイスファイクですね。25対23、第2セットトヨタ車体が取ってセットカウント1対1。サービスエース、ニーナのところに打ってきた、ヤブタ、ストレート、ヤブタがいいですね。そうですね、今日すごい当たってますね。さあ、パスは返って渡辺で切ってきました。さあ、第3セット25対21、トヨタ車体が取ってセットカウント2対1としています。ここは抜けていきます、三浦が決めました。サービスエース、いいコース、角ですね、はい、あれはちょっと取れないですよね。2連続エース、荒木エリカ、ブロック。さあ、笑顔が出ました。荒木は今日3本目のブロック。
通算ブロック決定本数日本新記録1043本を積み上げました。すごいですね。すごい選手ですよね。本当にブロックフォローして富永からレフトへ、ここも止めていった荒木絵里香、今日4本目、さらに記録を伸ばします。日本新記録1044本。ライト側ネリマンが決めて24点目。トヨタ車対マッチポイント、シュシュニャルのサーブ、矢蓋がしっかりボールを返してネリマンが決めました。25対19。第4セットトヨタ車対が取って、セットカウント3対1、開幕負けなし5連勝と突き進みます。率直に今の気持ちいかがですか？本当にここまで続けてこられたのも、支えてくれるチームメイトや本当サポートしてくれる家族やファンの皆さんのおかげだと思うので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。